被災地の人が作ったからかわいそうだから買ってくださいとか、うんうん、年寄りが作ってるから、まあ、多少多めに見てこう、うんうん、悪くても多めに見て買ってくださいっていうのだと、うん、やっぱり続かないと思うんです。なるほど。あくまでもこのレードっていう、まあ、10年やってる会社が、うん、ブランドあるんですけど、うんはい、ここの品質を満たしたものを、うんうん、だそこはね、甘えなしっていうかね、うんだからきちんと練習してもらったっすもんね、うんうんうん、3ヶ月まだまだだなんてもう完全に裏地とかそうですね含めて、はい、全部この2つで完成、うん、累計でどんくらい売れましたこれ3月累計で、うん、そうっすねどれ出たかな70、80、すごいですね厳しい、うんコンディションのところで使うようなものが、そうですね。おしゃれじゃないんですよ。もう本当機能品なんです。機能品ね。そうだから余計そこはねきちんとしてですね。はい。あと 2,3 色欲しいな、俺だったそう、あのね、うん、そういう人多い、ね、僕皆さんの気づいたことあったら何でもいいから言ってくださいね、うんうんうん、直しますから、うん、ちょっとさあここ高すぎたんだよ今2目ぐらいね、うん、下で、うん詰まるぐらいになると、ちょうどいいのよ、うんもうね、高いんだかもねちょっとこの高さがありすぎだよこの辺で終わるような感じだといい、グッといい帽子になるんだよね、うん、だからあのスキーやる人たち、うん、どんな帽子かぶってんだろうなって、うん、気になるよね気持ってね、見るように、ねはい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 、全然あれだったけどテレビに、うん、力加減によるんだ、うんうん、テール引っ張り具合で単純にここがこう十何個とかってこう編み図通りに行かない、うん、行かないんだ南半球に行こうとしてるんですけど、ね、今雪降ってますよね実は今ニュージーランド今雪降りだしちょっとニュージーの人とかにちょっとこれからいろいろ聞いてみようかなと思ってねみんなでやっていけたらはいじゃあぜひ頑張ってくださいねはい、はい、よろしくお願いします、ね、ありがとうございました今日は Thank you.